それでは第1回の午後の第1セッションを始めさせていただきます。どうも、こんにちは、貧乏ライターをしております石川雅之と申します。よろしくお願いします。ちなみにあの同姓同名で漫画家さんがいるんですけど、まあ、お友達ですけど僕は漫画描いてませんで、今もう一本マイクってどなたか持ってますか？ここにある、はい。ちょっとあの皆さん自己紹介からしていただこうかなと思います。はい、じゃあまあメムロックさんから。はい、こんにちは、メムロックです。ちょっと今日ですね、あのメムロックなんですが体調を崩してしまいまして、あの欠席ということでちょっと大変申し訳ないんですけども、というところでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。すいません、お体には気をつけてください。はい、本人いないんですよね。病んでる人病んでるですね。はい、じゃあ、電波系プリンス、全体の方がよほどスマート、西武井上翔さんからよろしくお願いします。はい、こんにちは、井上と申します。普段はですね、SMAX っていうですね、ブログメディアと IT メディアと、あとアンドロナビで、執筆活動をしていますが、スマートフォンの記事がすごく多いんですが、あの普段使っている携帯電話、普通の i モードを使っている携帯電話だったり、ちょっと今日持ってきてないんですけど、EasyWeb が使える au の携帯だったりするんですけど、まあ、あの携帯の方がよっぽどスマートって話を今日しに来ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、次はですね、燃えるほどというですね、まあ、ブログを書かれているですね、女の子を撮ると燃えるらしい。BPM さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、認知06とか、まあ、ストームと言うんですけど、ストーム BPM と申します。よろしくお願いします。SMAX で一応記事を書いてはいるんですけども、あの、メムノックの弟子っていう設定でね、やってましてですね、この中では多分一番モバイル系は、ローなエンドユーザーかなと。あまりそんなに詳しくないんじゃないかと自分では思っているんですけれども、というのももともと私はですね、販売系のでなんですね、携帯の販売を2001年ぐらいから、やってまして、で結構販売、まあ、料金プラン、サービス、端末、種類等々っていうのは、まあ、そこそこ分かるんですけれども、小難しいですね。裏の仕組みとかそういったものはちょっと、苦手かなといった部分ではあるんですけれども、まあこの機会にですね、いろいろお話できれば。ただですね、本当に皆さん聞いてないんですけど、ぶっつけ本番なのでこれすら今見たみたいな感じで、で写真をいっぱい撮られるんですねってさっき言われたんですけど、そっち見てたのみたいな、メインのブログとかあるんですけれどもね、まあ女の子は好きですということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、女の子いらしいですか？好きですよね。昨日も撮りに行ってました。仕事サボって変態です。アンドロイド情報サイト、ガプシスを主催してなさってる、情報は、天童が命、ガプシス中田拓也さんです。あ、よろしくお願いします。ガピスの編集長を務めている中田と申します。ガピスというのはですね、ちょうど今から丸2年前に私が個人的に始めたアンドロイド関係の情報を伝えるブログなんですけれども、まあ、幸運にも国内でエクスペリアが発売されて以降、アンドロイドが普及し始めまして、特に一昨年の秋に au さんから IS03 だった時に一気に私のサイトもアクセスが伸びまして、なんとかビジネスとしてもやっていけるかもしれないっていうところから、本格的にメディア、ニュースメディアとして昨年運営を開始したような形になっています。で、まあ、今回石川さんからお誘いを受けたんですけれども、石川さんともアンドロイド関係のオフ会などで初めてお会いするようになって、それからポツポツといろんなこちらにいるセオさんだとか、セウさんだとか、あと今日欠席されてますけれども、メムノックさんとかに、まあ、いろいろとメディアの運営だとか、ライターの仕事だとか、あとよその会社さんに取材に行くやり方だとか、まあ、いろいろと手取り足取りというか、まあ、ゼロから教わって
抑えつつ、まあ、なんとか2年間で、まあ、最低限の形にはなってきたかなというところで、まあ、あります。まあ、今年はもっとメディアとして、よその大手さん、例えば IT メディアさんとか、携帯ウォッチさんだとかありますけれども、よその大手に対しても、ガプスがより鮮度の高い情報を伝えられるメディアになればと思って、やっていこう、取り組んでいこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに学術見たことある方ってどのくらいいらっしゃいますか？ ありがとうございます。割と見てますね。本当ありがとうございます。お仕事待ってます。はい、今入ってきた方々、よかったらこの辺とか座っていただけますか？ちょっとね、寂しいんで前の方が。はい、ありがとうございます。今日はですね、僕はあまり女の子の友達いないんですけど女の子に来ていただこうかなと思っています。デジタルガジェット大好き女子、Android から Windows まで、岡沢光さんです。こんにちは。国とろいろという Android 情報のポータルサイトの運営に関わっております。普段はまあなんかいろいろ記事を書いたりとか、まあ、そんなことをやってます。あとは、ここに書いてある通り Android から Windows フォンまでと書いてあるんですけども、実は Android から Windows フォンまでではなくて、iPhone も iPad も Android も Windows フォンもガラケーも全部好きです。もともとすごく携帯好きで、携帯の端末がすごく好きだったんですけども、その後、まあ、iPhone が出た時これじゃないかと思って iPhone を買い、月額2万円ぐらい自費をアプリに費やし、そしてその後、アンドロイドが出て当然のことかアンドロイドを買いという流れで、今そのサイトの方の運営に関わらせていただくようになりました。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、自分の説明なんですけど、食べながらモバイルが、ライフワークと、食べながらですね、だらだらツイッターとかフェイスブックとかやったりですね、そんな無駄な時間を過ごしてやります。はい。で、あんまり僕お仕事できないので、皆さんに、お便りしてですね、今日もそうですけど、他力本願が、モットーというのが、ここの計画というか、そんな感じでよろしくお願いします。はい。ではもうちょっといきなりですね入っちゃうんですけど、今日のですねパネルディスカッションはスライドにお題という形で、何かここに下に一言、書いてあります。でその一言を、パネラーの皆さんに、お答えいただくというふうな感じで、進行していこうかと思います。皆さんどうですか？いいんじゃないでしょうか。いいと思います。今ちょっとここで否定されたらどうしようかなって、ね、なぜ聞くのかなと。井上くん、あれなんか、いや、なんか先に喋りたいことあるかなと思って。ああ、はい。先ほどの自己紹介でもですね、言ったんですけど、自分が持ってるスマートフォンはこれです。スマートフォンじゃなくて、一応、ガラケーとかフィーチャーフォンで呼ばれているものなんですけど、一応中身はシンビアンを使っている立派なスマートフォンでタッチ操作もできて、ね。皆さん、ちゃんとついてきてくださいね。はい、間違いですよね。そう言われると思って、一応ね、iPhone っぽい、こちらはこれルーターでした。ごめんなさい。じゃあ、ちょっと本題ですね。一応ですね、今日ABC2012 スプリングということなので、一応持ってきました。多分この会場で持ってる方少ないと思うんですけど、世間では売れている、アローズ X LTE。自分の、スマートフォン選びの基準としては基本的には何でも買うように心がけていてですね、 iPhone 等々も買っていますし、あとグローバルモデルもですね何機種か買っているんですけど、やはり何て言うんでしょうね、普通に使っている方の気持ちに寄り添うためには、こういう普通の人が買うような端末を買った方がいいかなと思って、購入した次第です。なかなかいい端末だと思うので、皆さんもですね、買ってください。井上君、それどこの どの辺がその、はい、井上君的にいいそのスマホなんですか？じゃあこれですか？
まあ、あれですよ、まあ、メーカーですよね。そうですね、富士通の端末一番大きいです、ね、はい。ただ、富士通だから買ったわけではなくて、国産の LTE 端末としては初めての端末だ、初めてだったんで、そういうところの方が強いです、今回。あ、まあ、それで、まあ、言い訳してですね、皆さん買い増しするように。いや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 。で、ライダーさん、そういう方が多いですよね。はい、そうですね。じゃあ、ね、次にですね、じゃあ、中田君、行ってみましょう。はい、僕は、実はですね、結構会う人、会う人からやっぱりメディアをやってるってことで、アンドロイド一番初めの段階から使ってるんじゃないかっていうふうに思われることがあるんですけれども、実はおそらく多くの方と同じで、エクスペディアの、エクスペディアから入ってます。ちょうど2年前ですね、エクスペディアに世間が注目している頃に、僕も全く同じタイミングで注目して、うわ、これは欲しい、かっこいいってなって始まりまして、それからエクスペリアを半年使いまして、半年でちょっと、最初はものすごく熱を上げてたんですけれども、時を追うごとにだんだん冷めてきまして、おそらく初代のエクスペリアを使っている方は、おそらくデザインはいいけど、うーんっていう部分が、おそらく納得いただけると思うんですけど、あまりソニーの悪口言うなよ。いや、でも僕、ソニーファンなんですけど、まあ、それで、まあ、それからギャラクシー S を使いまして、次にギャラクシー S2 って。今はギャラクシーネクサスを使っています。ネクサスを買ったのは、やっぱりいち早く Android の 4.0 を使いたいということで買ったんですけれども、今のところ、まあ、概ね満足していますけれども、やっぱり電池の持ちが今までの端末に比べてちょっと良くなってですね、まあ、今のところ完全に満足しているかというと満足しきれていないので、まあそろそろまた春夏モデルが出たら何か新しいのを買いようかななんて思っています。で、もう一つ使っているのが、まあ、Android からしたって聞くかもしれないんですけれども iPhone を使っています。で、まあ、iPhone はほとんど私の場合は、まあ、iPod Touch として使ってまして、音楽は iPhone って聞いていて、で、ネットは Android で、電話とメールも Android みたいな使い方をしています。まあ、でも、ね、大体まあ、Android ユーザーもね、iPhone 持ってますよね。それわかんないですけど。みんな、僕、会場の中で iPhone 使ったことない方っていらっしゃいますか？あ、意外といらっしゃる。でも、2台持ってる人って、やっぱり僕、特殊だと思うんですよ。周りにそういう人ばっかしだからね。こういうところは、多分2台じゃなくて、私もですけど、3台、4台、5台って多分持たれてると思うんですけど、そうね、普通は1台だと。いつもね、どの回線を解約して新しいのを買うかっていうのをね、考えてますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、つともさん、よろしくお願いします。あ、どうも、はじめまして、つともゆきよです。まあ、さっき挨拶したんですけどね、新しいので、ね、途中から入ってこられた方がいいですね。ね、そんな風に言ってる方とかね。そうですね。個人情報ですから、僕もですね、割とあまり初期の頃から持ってなくて、一番最初に持ったのが IS51 っていうですメガネケースと呼ばれて、まあ、長財布とかね、いろいろあるんですけれども、僕はエクスペリアを正直見送って、まあ、その時ちょうどそれこそ販売もやってたんで、まあ、あんまり個人的にはしっくりこないなというのがあったので、とりあえずエクスペリア見送ろう、どこまで高いしわかりますね。で、その次、これがね、エクスペリアが4月1日発売で、で、この IS01 っていうのが6月30日、まあ、月末発売で、7月あたりに買ったんですけれども、まあ、料金がね、ちょっと毎月の料金がかからない、8円運用してるんですけれども、まあ、それで使いましたと。で、その前がウェルコムの W03S っていうのを持ってたので、まあ、いわゆるスマートフォン、Windows モバイルの時代で持ってたんです。しっくりいかなかったし、正直壊れまくってたんですよ。もう電源入らないとかなって、スマートフォンはちょっと嫌だなと思ってた時に、まあ、これを買ったんですけれども、明らかに違うぞと。これを素人の俺でも分かるぞと。いうのがあって、結構気分よく使ってたんですよ。
さすがアンドロイド AU ですね。アンドロイド AU です。アンドロイド AU です。すごいですよね。っていうかもうこのキーボードはね、そそるでしょ、これ。キーボードついてる時点でね。まあちょっとダブルスかって感じ。そうそうそう、あと色変やしみたいな。青なの緑なのどっちなのみたいな。これが良かったということで、これ家にもう一台あるんですけど。でこれで音楽聴いてましたね、実は。はい、あの Bluetooth 接続して、あのワイヤレスで、はい、それも買って音楽聴いてて、意外と調子良かったと。でもね、そろそろもうこれもあれかなと、普通のスマートフォン買おうということで、あのやっぱりレビューの記事とかも増えて、依頼が増えてきたりとか、あの書籍の方も増えてきたりしたので、で次買ったのがソフトバンクの、HTC デザイア。もうこれ紙機です。もうぶっちゃけ紙機です。はい、どの辺が神なんですか、ね、まず基本的に Android は動きがしょぼいとかっていうのを一般のユーザーの方はこう認識されてると思うんですけれども、もうこの時点でかなり出来上がってます。 HTC デザイアは動きサクサクで、できることはほとんどできる。 2.2 にも国外で初めて、アップグレードして最初に、フルになりましたよと、まあ、そういった部分ですね。で今でもやっぱり使えるんですよ、2年経って、はい、全然これでメインで使えるよと。ただ内蔵のメモリーっていうのがあの少ないので、はい、これ割と初期の Android 全部そうなんですけども、ね、アプリをダウンロードするとメールが受信できないとかね。まあそういうことは井上さんじゃないですけどそれ携帯の方がスマートだよねって言われても仕方がないねっていう部分はいっぱいあるんですけれども、まあ、これはちょっと使い続けてるというのがありまして、その後そのメモリーがあれだったんでギャラクシーを買いました。内蔵メモリーが16ギガあるんで、これアプリを、で今最近はもうこれで音楽も聴きのアプリも遊びのゲームも C のメールも C のっていう感じで使ってると。すごいですね、スマートフォン全然スマートじゃないですよね。スマートじゃないです、正直まだ発展途上なので1機能ずつその端末持ってるじゃないですか。そう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 で最近はこの Xperia NX っていうのはこれちょっと借り物なんですけど、あの借りて、これね、メタルボディでね、なかなかこうデザインいいですよね。いいですね、これ。うん、で、そういう入り出しなんですね。そうそうそう。なぜか、あのドコモの学割のなんか壁紙とかね、あと少女時代の壁紙ね、入れたりなんかしてね、遊んでる。これ、アンドロイドマーケットに落ちてるんですけど。食べて、ここでちょっとなんか気持ち悪いと思ったね。そうそうそう。よく気持ち悪がられる。で、あとはもうタブレット系、7インチと10インチ。それ、あれですか、マグロですか。えこのタブレットはマングローブ？これはね、これも AU というか KDDI の SMT-i9100 というサムスン製のギャラタブが世の中では認知されてるんですけど、裏ギャラタブ的な、ほぼ一緒。ソニータブに買い替えましょう。で、ソニータブを買う前にアイコニアタブっていうのを買ったんですね。そんなにタブレットいらないですか？これね、正直使ってないです。なるほど。何に使っていいかまだ僕もただこの辺の7インチとかやっぱ持ち歩けれるので結構使えるかなっていうのはあります。使い方教えてくださいみたいな感じですね。そうですよ。いやまあでもやっぱりね、Android のバージョンがあって 2. いくつ 3. いくつで次 4. いくつっていうのが出てきてるんですけど、はい、要はアプリが 3.0 も対応してないとか、はい、画面のちっこいもう隅っこにしか表示されないのがあるんですよ。やっぱりこういうデバイスっていうのはアプリ命になってくるので、アプリが快適に使えないことにはちょっと厳しいなっていうので、今アイコンに頭に振っている状態です。なるほど。はい。まあそんな感じです。まあ、そのままずっとね、寝てる感じでいいですよ。そうですね。まあたまには画像見たりとかね、音楽聴いたりとかできる。その間今新しいの出ますよ。出ますね。いっぱい出ます。あとはさっき言われたみたいな、僕は iPod Touch を使ってます。はい。まあ何もしてない。音楽聴くのはギャラクシーみたいな感じですけど、まあ、そんな感じです。ありがとうございます。じゃあちょっと、次は小笠原さんに行きましょう。普段持ち歩いているのは、iPhone とあとインフォバーとあとギャラクシー S2 とあと Windows Phone の4台で持ち歩いています。使い分け的には、まあ、普通に電話とかメールは iPhone でしていて、ウェブは基本的には Android で使ってます。でウェブを Android にしている理由が、結局やっぱりなんかインデントでこう飛ばしてあちこちに例えばどっかに投稿するとかこのサイト共有したりとか、そういう時にやっぱり Android の方がそこが優秀なので、ウェブはまあ基本 Android だったりとか、あとはなんかソーシャル系
系のサービスに投稿するときには Windows 本が投稿しやすいので OS で標準でサポートしているので、まあ、使ったりとかっていう状態です。で、まあ、こんなに持ち歩いて、ね、どうするんだろうって感じなんですけどポケットに入れすぎてこれでポケットに穴が開いて落としたことなんか落とし物とかをしたこともあるので、ただそれぞれ結構用途が違ったりはするので、まあ、普通に全部使ってます。まあ、でも自己紹介したりするときに、ガジェットいっぱい持ってると、はい、まあ、ネタも尽きないし、はい、話しやすいって話しやすいですよね。っていうのもありますね。あと単純に好きなので、やっぱり持ち歩きたいというか、っていうのはあります。あとプラス iPad を持ち歩いている状態ですね、常にカバンの中には。はい、重たいカバンですね。はい、非常に重たいので、容量重視でカバンを選んでます。すごいですね。もう僕、一般人じゃないですか。いや、そうか。いや、おかしいって突っ込まれてる。おかしいです。おかしいです。おかしいです。空気読めよ。っていうのとシンディアも好きなんですけど、ロキアが日本で出してくれないので、てかもうシンディアもやめてしまったので、残念ながらシンディアは持ってません。まあ、これも、まあ、シンディアとは言ってもね、まあ、全然ね、まあ、あれ。じゃあ、そろそろ次のお題に行きましょうか。ね、お題ね、今日ね、12、3個ぐらいあるんですよ。まあ、ですね。もう超スロースペースで、まあ、まあ今こんな感じでまあスマホ見せてってやつなんですけど、まあ、僕もですねちょっとスマホ見させて見せたい、まあ、よろしくお願いします。まあ普通のまああれですね、Xperia Acro HD ですね。ソニーエリクソンがですね、まあ、ようやくまともに使える ZVD を出した、まあ、防水とかですね、まあ、デザインもですね、僕はノキアのスマートフォンのデザイン好きなんですけど、ノキアが最近出たですね、ルミナっていう端末が、このルミナのデザインそっくりなんですね。で、まあ、ソニーリアらしいかっていうと、まあ、ヨーロッパではこういうふうなデザイン出してたんですけど、国内のやつはこういう感じじゃなくて、なんかこうアークデザインだとか、流線形みたいな、こんな形のやつを出してたんですけど、まあ、ようやくこういうふうにまともに使えるやつが出てきてですね、まあ、デュアルコアで、メモリも16ギガ積んでるんで、まあ、そこそこ使えるかなみたいな感じです。あとそれはいいですよね、かなり。そう、あとね、カメラの機能が NX もそうなんですけど、一度ソニーエリクソンの端末を使っちゃうとですね、他のキャリアの、カメラアプリ使えなくなっちゃうんですよね。なんでかっていうと画質がね全然違うんですよ、絵の作り方が。だからソニー、そのオタクのエンジニアさんいっぱいいらっしゃいますからね。モバイル本部長のね、カメラ出身ですね。という感じで、ちょっと僕のところでクールダウンしたら申し訳ございません。じゃあ、次のお題に移りたいと思います。現行量で暮らしていけるのか、モバイル節約術という感じで、じゃあちょっとこの辺は携帯販売されているストームさんとか、いかがですかね。現行量で暮らしていってる人は、まあ、少ないと思いますね。特にウェブ、僕とか、まあ、この辺さんにはウェブがメインなのかな。ウェブだけだと結構やっぱ厳しいので、知り合いのライターさんとかでもやはり書籍をかなりのペースで変えてたりとかっていうのが多いですね。なので、まあ、私も含め S マックスというサイトがあるんですよ。そこで変えてる人は基本兼業ライター、メインの仕事があって、空いた時間に、ライティングしているというような形ですね。ですよね。まあ、ボスもそうですよね。そうです。ボスメイン、メムノックというのはもともとメインで、えらい、なんか、ちょっと立派な仕事してはるみたいな。白衣のモバイル。そうそうそう、白衣のモバイル。結構工学系の人なんですけれども。うん、で趣味で業を始めたんですよ。メムノックドットコム。メムノックドットコムって知ってる方どれぐらいいらっしゃいます？見たことあるよ。あ、意外と少ない。ウィルコム系のサイト。そうそうそう、ウィルコム系の。で、ウィルコム系のサイトって認知はされてるんですけれども、本人曰く定額系サイトだそうです。はい。上に書いてあるんです。要は料金が定額で、一番最初にデータ通信の定額を始めたのが AIH のウィルコムだったから、そこからの流れでウィルコムなんですけど、その後定額制っていうのがいろいろ出てきたんで、今は全キャリア一応扱ってるっていうことになってるんです。ものすごい健康の数ですよね。そうですね。で彼がそれをやって、それ趣味なんですね。自分 で自動化して全部サイト作っていった後に、その強本、いわゆる京セラの
あのフルブラウザ搭載っていうのをが出た時に、書籍書いたりとかでウェブのライティングをしたりとかっていう流れ。ただちょっと僕ね、お題的にちょっと失敗しちゃったかなと思ってるんですけど、例えばこれモバイル節約術っていうのはですね、まあ、自分で書いて使うっていうのはおかしいんですけど、まあ月々の料金プランとかそういうのをちょっと聞きたいなと思ったんですけど、これはそれぞれあるでしょうね。まあ、大体でも、まあ、Wi-Fi ルーターは必須で、そうですね、あとはもうみんな端末データ通信切っちゃってっていう感じですね。余裕なんか言いたい。自分ルーター持ってきたんですけど、実は全然使わないんですよ。いや、ネタになるかなと思って。じゃあちょっと次のお題にしましょう。はい、ライティングした端末とか、まあ、最近の気になるニュース、これちょっと長らく言ってみましょうか。あ、僕ちょっとエクスペリアの話を続きでちょっとさせていただきたいんですけれども、さっきちょっと初代の悪口じみたことをちょっと言ってしまったんで、そのカバーというか、最近ですね NX が出てアップル HD だったことを皆さんご存知だと思うんですけれども、僕もNX もアップル HD も触りまして、実際多分おそらくこの中にも初代のエクスペリア持ってた方ってどれくらいいらっしゃいますか。多分まあ、最初に僕が言った感想は多分皆さんある程度納得していただけると思うんですけれども、実際NX やアップル HD は多分初代エクスペリアの感覚を完全に覆してくれるぐらいいい端末だと思います。で、そういうわけでですね、うちのサイトでも NX とアップル HD の話に関しては実際にアクセス数が多くて、まあ、世の中でもそれなりに高い評判を得ている端末なのかなっていう感覚を得てますね。で、僕ねちょっと調べたんですけど、国内だと2年間で10機種出したんですね。で、海外のやつも合わせると16機種、まあ、それだけノウハウ持ってますからね。進化も早いですね。まあ、石川さんもおっしゃったようにアップル HD でようやく来たかなっていう感じで、ね、実際やっぱりデザインもソニーエリクソンのやつはやっぱり独自性があってかっこいいと思うんで、まあ、今回の NX とアップル HD に関しては僕も触ってみた感じ普通にお勧めできるかなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと次の講題にちょっと駆け足でいきます。ライター的防衛策、まあ、セキュリティ対策してるって言ったんですけど、セキュリティ対策してるライターさんっていらっしゃいますか。あ、この中でセキュリティアプリを入れてる方ってどのくらいいらっしゃいますか。まあ、あんまりね、個人のその1個や2個ぐらいの個人情報に対してはね、セキュリティにはならないんですけど、最近ちょっとこの辺、Android かなり叩かれてまして、ドコモだと安心スキャンってやつが無料で使えますので、まあ、もしよかったら使ってみてください。僕ね、最近書いた記事広告で、ロットンのモバイルセキュリティってやつを書いたんですけど、これね、結構ね、良くてですね、例えばパソコンで遠隔ロックがかけられるとか、遠隔ロックするときに、スマートフォンのカメラから、カメラでその場所をこう撮影してくれるだとか、GPS でこう指摘を送ってくれるとか、これね、なかなかね、いい感じの機能でして、EU とかソフトバンクだと毎月300円ぐらい払わなきゃいけないとか、ロートン そのモバイルセキュリティだと、年間2800円で、それだけ機能がついてるので、まあ、キャリアさんのやつよりはちょっと買った方がいいかなみたいな感じしてますね。まあ、後からお金出すのも嫌だなと思ってますけど、はい、じゃあ次の答え。俺的スマホの使い方、スマホは何に使うって。大体でもスマホをじゃあいろいろ言ってみましょうか。自分の使い方言う前にちょっとご質問なんですけど、この中でスマートフォンを電話として使ってる方ってどれくらいいらっしゃいますか。あ、意外と多いですね。はい、実はですね、自分スマートフォンは全然電話として使ってなくて、理由としては何点かあって、最大のものは、実はですね、このアローゼ X は、買ってから1ヶ月間電話として使ってたんですけど、電話中にこれ別にこれのアローゼ X のですね、悪口言うわけじゃないんですけど、電話中にフリーズすることが何度かあって、
ワルチ。ワルチか。まあ、別にこれ、アローディックスに限ったことじゃなくて、ギャラクシー S2 とか、あと、まあ、それこそエクスペリアの初代とか、あ、初代って言っちゃいけませんね。厳密には2代目かな。初代の X1 で、3代目ですね。3代目。あ 4代目か。キュアレスがあるんで。ああ、なるほど、なるほど。はい、にしても、電話中にフリーズすることが結構多くて、スマートフォンを電話として使うのが怖くなっちゃったんですね。だから、まあ、NHK の番組でも言いましたけど、携帯の方がよっぽどスマートと言ったのは、電話としても安定性が高いので、まあ、フィーチャーフォンがメインというだけで、こちらのスマートフォンの方は、まあ、このローゼックスも含めてなんですけど、基本的には SNS を閲覧したり、あるいは、まあ、メールの確認をするのに使わせていただいてます。ありがとうございます。はい、ですね、じゃあちょっと、まあね、アンドロイドで固まったりしますよね。そうなんですよ。ソニーに全然そういうことないんで、新しいの買ってください。なるほど。ちょっと、じゃあ次のお題で移りたいと思います。やっぱスマホはアプリ、一押しアプリですね。アプリで喋りたいかと言いますか。いない。一押しアプリない。じゃあ、ひかりちゃん、ちょっと行ってみましょう。なんか、まあ、今、スマホを持っている女子の携帯のスマホの中には、多分ほぼほぼ、多分9割8分ぐらいは、絶対なめこが入っていると思うんですけれども、まあ、そのなめこはまあ成功したよねってことで、なめこを超えるアプリってなんだろうって、ちょっといろいろ考えてたんですけど、まあ、結論、ちょっと、今年でなめこを超えたなっていうアプリは、思いつかないですね。なんか、今のところ、今年というか今年度で思いつかないんですけれども、まあ、そのなめこに類似したアプリがなんかどん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 なんかキャラが違うような何かをとにかく抜いていくとか、何かアングリーバードみたいですね。みたいなものが今どんどんアングリーバードの時のように出てまして、で、まあ、なめこ、これもまたなめこか、これもまたなめこかって思ってるんですけど、まあ、その中でちょっとなめこに類似してはいるものの、これは面白いかもっていうのが最近2つあって。何ですか？1つが、なんか変なの生えてきたっていうアプリなんですけど、何が生えちゃったんですか？なんか変なのです。まあ、皆さんググってください。多分なんかニョロニョロした虫が苦手な人は多分画面見るとうわーってなると思うんですけど、結構キモかわいい系ではナメコと戦えるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、あともう一つがあるんです。ナメコっぽいやつで、はい、なんかワッサーゾンビっていうアプリで、はい、ゾンビパウダーを撒いてゾンビを生やしてゾンビを倒して買っていくっていう、すごいですね。世界的にゾンビアプリって人気あると思うんですけど、そのゾンビと日本で人気のあるナメコをなんと一緒にみたいな。そこになんかマイケルが出てくればね、ちょっとなんかヒットするような感じがしますね。そんなアプリです。はい、じゃあちょっとね、また次のお題に行ってしまう。非常に惜しいアプリ、まあ、あとですね、非常に惜しいスマホ、これね、ちょっとこの機能がダメだよなみたいな。井上君どうかな、30秒くらいでいける？30秒。いや、それ言ったら SP モードアプリでしょう。それ非常に欲しいのか、なくてもいいのかっていう、ね、残念なんですよ。残念。いや、欲しいんですけど、はい、ちょっと重たいし、ちょっと不安定だし、はい、まあ、幸い自分は受信失敗とかメールデータ消去とかないんですけど、はい、もうちょっと品質どうにかしてくれないかなってところですね。最悪ですよね。はい、ちょっとね、ダメですね。もういいの、モペラ U で芋に使いましょう。あー、でもね、iMode.net 高いんで、行ってみる。俺今、210円です。はい、そのくらい買いましょう。あとね、ちょっと、次のお題ですね。編集部を知らせていただく人々、面白い編集者、なんか面白い編集者だと知ってるから、ね、いない。そういうのあるよね、家帰ってお風呂入ってるときに思いつくね。そうなんですよね。でね、あとね、言いたいんだけど下手に言えないとかね。まあ、じゃあ僕からね、ちょっとやらせていただくと、某ちょっとニュースサイトのですね、まあ、編集者がいらっしゃるんで、まあ、女性の編集者なんですけど、まあ、その原稿の締め切りですね、原稿の締め切りで、いつ締め切りで、締め切りの方がいいですかっていうふうに、まあ、僕の方がメールしたところですね、まあ、今日はサッカーの試合があるので、できれば7時には家に帰りたいと、だから6時まで入稿してくださいと、そういう、まあ、
編集者さんがいらっしゃいました。それ前日でした。はい。いや、まあ、次ですね。書きたいものを書いてるっていう、まあ、ライターさんですね。皆さん、書きたいものを書けるように書いてるとは、まあ、なかなか言い難いこともありまして、まあ、安い原稿文化の状況です。皆さん、ぜひですね、まあ、テレビを書いたりします。まあ、一度は書きたいですとか、中田君どうですか？一度はというかですね、はい、一度はじゃないんですけども、やっぱり基本的には取材記事を一番書きたいですね。日々いろんな企業さんとか個人も含めてなんですけども、アプリの開発者さんから、まあ、こういうアプリが出ましたので、できれば記事として取り上げていただけないでしょうかみたいなメールとか電話が、まあ、よく来るんですけれども、はい、やっぱり直接開発者の方とか関係者の方にお話を伺うのがやっぱり一番こちらとしてもいろんな話が聞けて楽しくてですね。で、それでまあ、気分も乗って書けるので、やっぱり基本的にはもう取材記事が一番書きたいですね。ラスベガスとかバルセロナとかね、行きたいですよね。そうですね。1月にアメリカでセスっていう家電ショーが開催されたと思うんですけれども、それも私は知り合いのライターさんの方が、まあ、そのセスに取材に行かれるということで記事をお願いしたんですけれども、まあ、本当はよく言えば自分が行きたかったです ね。で、まあ、でもあれ何人かで行かないと、そうですね、全部回りきれないですよね、はい、家電のところ。ありがとうございます。まあ、書きたいアプリとかちょっと飛ばしてですね、まあ、こういうアプリは受けるってやつが、ちょっとひかりちゃんの方から少し教えて、まあ、今やっぱり投げ子ですかね。そうか、はい、じゃあちょっと次の答え。あ、じゃあこんなお仕事をしたいっていう、まあ、さっき その永田君の場合だとその海外行きたいみたいなやつとか、まあ取材したいなってありましたけど、なんかちょっとモバイル系でやってみたいお仕事あるかな。ストンさんとかどうですか。ちょっとね、今、まあ、執筆はそこそこやってはいるんですけど、はい、実は販売プラス、はい、某端末 の、 その発売前の開発、はい、今バグ出しみたいな、はいはい、とか、あと、某キャリアの電波調査みたいなのはやったことあるんですよ。はい、あ、実際的なのとか、あともう実際に家に行って電波状況を見たりとか、はい、でそれをちょっと改善するみたいなのとか、まあ、いろいろやってきてまして、で、まあ、一番記事書くのが、まあ、長く続いてるんですけど、なので、まあ、そこから発展して、本当はやりたいならばアプリとか作りたい。ああ、いいですね。はい、大体ね、そのライターとか、まあ、ゲームとかもそうなんですけど、ライターさんとかゲーマーさんと組んで作ったゲームって大体流行らないんですよね。はい、ちょっとベクトルが違うんでしょうね、ちょっとね。だからちょっと販売する側からして、こう売りやすいアプリみたいなね、このアプリがあるからこの端末売れてるみたいなね。そうそうそう、それすごい重要だと思う。そういう目線ちょっと欲しいですね。他に何かあるかな。じゃあセブ君。さっき のゲーマーさんと組んでっていう話もそうなんですけど、はいはい、自分がこの仕事を始めてからすごく思うのは、はいはい、いわゆるクロートと言われている人たち、開発者の皆さんとかがですね、はい、この端末どうかな、ちょっと微妙だよねっていう端末の方が実はむしろ普通の人には人気が、あ、わかる、アローズとかね、そうですよね、某レグポンとかね、はい、まあ自分もまあちょっと皆さんここだけの話にしてほしいんですけど、何かそのレグザポンに不具合、 T01P に不具合があって、アローズ X にも何かあるんじゃないかと思って、ちょっと期待して買ったんですよ、そういう不具合を。まあそういう買い方をする人っていうのは普通はいないと思うんですけど、まあもちろんさ最初の方で言ったみんなが買うだろうから、普通の人が買うだろうからっていうのもあったんですけど、まあ意外と普通に使えてしまって、ああよかったなって。だから開発者の皆さんにおかれましては、まあちょっと、ね、資金力に限度はあるとは思うんですけど、なるべくちょっとこれ微妙だよねっていう端末を買っていただいて、それでアプリケーションをテストをしていただけると、そうね、もう売れてる端末買っちゃった方が早いですよね、受けるアプリですからね。まあそうですよね、
まあ、受けるアプリと質のいいアプリっていうと、ノットイコールなのかすごい微妙ではあるんですけど、っていうことですかね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと、もうあんまり時間ないんですけど、30分くらいで。まあ、あまり決めないでねっていうのが、ちょっと質問ある方とか、いませんかね。この際、何でも答えますんで。あんまり興味ないとかね。あんまり興味ない。そうですね、もう30秒しかないから、こう喋って終わりそうな感じがするんですけど、井上君なんかちょっと最後に面白いこと。え、面白いことですか。いや、僕でもほら、あれしかないじゃん、あの名言しか。じゃあ、一応ですね、NHK の番組ではこれ持って、携帯の方がよっぽどスマートって言ってたんですけど、面白いですか、そんなにそれ。いいんじゃない。え、だって NHK 的にはだってあれ切り取ってたじゃない。まあそうですけど、うん、まあですね、ちょっと僕とセル君は今年の1月に BS プレミアムってやつで携帯 VS スマホっていう、まあ、NHK の特番があったんですけど、まあ、それに出させていただいて、その時、まあ、携帯の方がよっぽどスマートだって言ってですね、で予告編に、まあ、ガンガン流れてたと、まあ、そういうふうなネタです、ね。はいはい、携帯の方がよっぽどスマート。なんか滑っちゃったじゃないですか。はい、まあ、なんかAndroid が入ってる、まあ、ガラケー買えばいいんですよ。まあ、そうですね。はいはいはい。じゃあ、皆さん、ガラスマ買いましょうっていうのが今日の結論でした。ありがとうございます。ありがとうございました。